大きい声では言えませんが、広島サポなので ACL はアルヒラルに優勝していただきたい、うちも ACL に出場したいんだってなんで、なんでそんなこと言うのよね、日本代表が出てんだからさ、でもただ今回ちょっと複雑で、浦和が優勝すると、広島は出れないんですよ、大栄いうことか、なるほどな、繰り上がり算の考えたときに、アルヒラル勝ったら ACL の、あれ出れるんだ、広島はね。 そうなんですよ。なるほど。ここはちょっと、これはしょうがないわな。ここはレギュレーションなんでしょうがないところではあるんですけども。いやー、そんなことになっております。ななるほど同じく広島サポレスが、このタイミングで ACL 参加決定は厳しい、浦和に勝ってほしいってことも、逆に言うと、ういうのもあります。 これ、二択ですね、考え方としてはね。はあ,はあ、あのー、やっぱりこう、広島ってか、そもそも ACL 出たいっていう人もいるけど、うん、やっぱほら、今回初めての ACL がさ、ほら、秋スタートっていう、また新しい取り組みになるじゃないですか。うん、難しいよくも、まだわかんない ACL ってこと そうだシーズン、うん、いわゆるリーグの終盤、優勝争いとか、多分広島、してくることになると思うんで、そ、うん、れやりながらグループステージなんてたまったもんじゃないだろうっていう部分もあるよね。皆さん、これ、カレンダーとかにすごい敏感なんですね、やっぱりね、大人って。しっかり先生もそうだけどなすごいね <laughs>